さんこんにちは。卵巣がんサバイバーさくらチャンネルのさくらです。今日2021年2月10日1泊2日で手術入院をします。今こうやって話しているんですけれども、ちゃんと、病院の許可は得ています。今回良性腫瘍の摘出をしようと思っています。今回は左の臀部、そして右のふくらはぎにあるものを合計2つ摘出をするので、今からですね1時間後ぐらいかなに始まって約1時間半の手術です。ただ局所麻酔の手術になるので、これまでしてきた全身麻酔を使った大きな手術とはちょっとまた違うのかなと思っています。そして、取り出した皮膚の出来物はちゃんと整形にかけて3月に結果が聞けるそうです。傷の大きさは4センチぐらいになるっていう風に聞いています。実は2019年の3月に液化粉瘤というのを取って手術をしているんですね。その時は日帰り手術でした。今回2箇所ということで入院ってなりました。で、その液化粉瘤の方も良性腫瘍ということでしたし、あと傷もね小さくて4センチぐらい、あとはすごく残ってますけど、それでもやっぱり出来物を検査するっていうことに私の中ではやっぱり意味があって、ずっとこの今回の出来物もあって様子見をしていたんですが、小さくならないし増えてきてるんですよね。数が増えてきてるんです。最初1個だったものが何年かかけて今6つあります。それがすごく自分の中ではやっぱりがんになったことで怖くなりました。それを皮膚科で相談して今回の手術という運びになりました。やっぱりがん体質なので、まあ何があってもおかしくないですので、私は撮ってみようと思っています。それではちょっとね見苦しいんですが、見たくない方はここで切っていただいていいんですが、傷の方だけちょっとお見せしたいと思います。これが右ふくらはぎにできている傷です。真ん中にあるのが傷で、左にあるのが手術のためにつけられた油性のマーカーで黒いマークをつけられました。これは左右を間違えないようにするものと、この奥にも私は出来物がこう、ね、あるので場所を間違えないようにということです。今回はこの手術をします。見えるかな、こんな感じです。これはざっくりと切るそうです。そして追伸なので、ちょっとこれここにも1個あるんですよね。あとここ、これはね新しいんですよね。なんかできやすいのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、ということで今お傷の方をお見せしたんですが、まあ臀部の方はねちょっと場所が場所なので自分でも取れないしお見せできないので、同じものがあると思っていただければと思います。手術前の点滴が入りました。看護師さんすごく上手で、もう使い物にならない血管からこうルートを取ってくれました。先ほど手術から戻ってきました。手術の時間は2箇所で40分から50分ぐらいだったので、とても手際よくやっていただけたと思います。今は麻酔も効いてて痛みもないです。良性と言われているので信じていますが、本当に良性でありますようにとただ今祈っております。では今日は病室からお送りしました。さくらでした。バイバイ。